うしたんだそんなところで。どうした、何かあったのか。見るか、誰だそれは。ならいいが。それより早くみんなの元に行こう。みんなきっとお前を待っているはずだから。そして今、大陸はロアフィーナの栄光という名の光によって満たされました。再び我が強国は大陸を統一することができたのです。皆様、本当によくやってくださいました。私は今後何十回と何百回となく皆様に感謝の言葉を捧げるでしょう。そして神に皆様の幸福をお祈りいたします。我が神よ、このロアーナ教国王ユリシア・シェル・アルディヒナは魔に奪われ闇によって蹂躙された大地を再び取り戻すことができました。今まで我らを見守っていてくださったことを心から感謝いたします。私は今後も身と心をあなたに捧げることでしょう。私にはあなたが予言という形をとって我らを導いてくださったように思えてなりません。真に心からの感謝を。そして真の勇者たるアス・リジェルド、あなたの忠誠と勇気、そしてその力が我が軍を勝利へと導いてくださったことを心より感謝いたします。あなたに神の祝福があらんことを。まだ皆さんたちは教会にいるのかな。はあ、私も行けばよかったかな。でもああいう場は苦手だし。どうぞ入ってきてください。驚いたわ。あなた人の気配までわかるの。いえ、その前になんとなくそんな予感がしていたので。予感、大したものね。すごいわ本当に。では私がなぜここに来ているのかということは分かっているのかしら。いえ、そこまでは。ただ分かるような気がします。あくまで気がするだけですが。そう。ではあなたは、私とあなたに血のつながりがあると聞いたら驚くかしら。驚きます。面白い子ね。ちっとも驚いていなさそうな顔でそう言うなんて。正直自分で自分がよくわかりません。私はそんなこと今まで考えたことすらなかったのに、実際その言葉を聞くと、あ、そうだったんだって妙に納得しているんです。違和感がないって言ったらいいんでしょうか。不思議な子。私、あなたのことはそれほどよく知らないはずなのに、今こうしていると不思議と懐かしい気分に駆られるんです。どうしてなんでしょう。そんな目
母様のことですか？ええ、だから私はあなたのおば。そうですか。違和感はやはりない？いえ、少しだけ。でも納得はできます。宮殿には行かなくてよかったのかしら。ユリシア様が残念がっていたようだけれど。私はああいう場は少し苦手ですから。でもあなたはこれから無理やりにでもそういう場に引きずり出されるかもしれない。あなたの意志など関係なし。あなたがよく貢献してくれたこの国、私があなたと何の関係もなかったら、きっと今頃は言い尽くせないくらいの感謝を述べていたでしょう。でも私にはそんなことは言えない。あなたは私にとって誰より大事な存在だから。大事？私が？あなたは姉様の子供だもん。誰より優れていて、誰より経験で、そして誰より慈愛にあふれていたから。尊敬していたの。私は誰より姉様を尊敬していた。姉様は皆から将来を嘱望されていたし、父様も姉様のことを。父様？あなたの祖父にあたる方よ。祖父？でもひどい話、父はあなたの存在を知りつつも今まであなたに声一つかけてこなかったのだから。さすがにあなたの両親が亡くなってしまった時は気の毒に思って手紙を送ったようだけれど、それは心配したとはあまり言わないわよね。私は嫌われているんですか？ある意味で。でも今は違うわ。父はむしろあなたのことを欲している。あなたは神をその身に宿している。少なくとも私の父はそう信じている。それで、その方は何とおっしゃっているんですか？あなたを引き取りたいと。あなたにわかるかしら、この意味が。もしそうなれば、あなたに自由なんてないわ。これからのあなたの道筋が、すべて決まってしまう。つまり、再市長様やユリシア様のように私は。ええ、己に課せられた使命のためだけに生きるのよ。自分からは何一つ望まず。あなたには姉様の分まで幸せになってほしい。だからそれだけは絶対に避けさせたかった。あなたを襲わせるような真似を。え？以前私が人に頼んだのよ。あなたのことを怪我してほしいと。あなたがサージェスさんに？私は特に誰とは指定しなかったわ。条件は多くつけたけれど、たまたまそれに一致したのがその男だったというだけ。焦っていたのよ、私はその頃。意に反してあなたはますます人から注目を浴びるようになり、崇められるようになってしまっていたから。この際どんな手を使ってでもと思っていたわ。
挙句に思いついた手段がそれ。あなたが純潔を失えば、同時に神はその身から失われる。少なくとも父ならそう思うでしょう。どうしてそこまで、そんなにあなたは私を。ルフィーナ、私は別の意味で汚れている。私は今まで自分の地位をいいことに人に貢がせていたのよ。え？と言っても自分のものにしていたわけではないけれど、全部それは父様のもとに言っていたわ。私はただの人形に過ぎない。父様は姉様のことがあって以来、もう誰も愛さなくなってしまったから、きっとあなたのことも愛しはしない。かわいそうな人なんですね。そうね。でもだからといってあなたを父様のいいようにさせるわけにはいかないわ。少なくとも私は今までそう思っていた。何かあったんですか？父様から命令が下ったのに、あなたを迎えに行けと。手紙だけでは業を煮やしてしまったのね。つまりそれは無理やりにでも引き取るつもりよ。相当あなたが欲しいようね。ようやく国は落ち着いたわ。だから今がいい時期なんじゃないかとおっしゃられてね。私本当に、ええ、ごめんなさい。何の力にもなれなくて。私は結局あなたを不幸にしてしまっただけかもしれない。最初あなたが私と同じようになるくらいだったら、私は神に背いても構わないと思った。祭司長様、私のしたことは立派な罪。神の怒りに触れ、いつこの身を貫かれても不思議ではない。でも構わなかったわ。あなたのためだったら、姉様のためだったら、私は何でもする。でも、もう手遅れなの。ごめんなさい。父様には誰も逆らえない。そんな顔をしないでください。あなたが悪いわけではないのですから。でもそれで私、こうなること分かっていたような気がするんです。きっと私はこのことを分かっていたと思うんです。ただ気づこうとしなかっただけです。から分かっていたのかは、もう今となっては分かりませんが。それで、あなたは一体どうするの？私と一緒に行く？それとも、父様に逆らう？それが無駄だと分かっていた。私は、こら、聖騎士ともあろう者がこんなところで堂々と伸びをするな。まったく、陛下からお褒めの言葉を受けたまわった矢先にだらしのない。相変わらずの態度だな。ちっとも変わらない。でも、い
今は私も褒めてやる。よくやったな。ロアーナを救ったのは紛れもなくお前だ。ありがとう。アス、こんなところでこうしなくても。衛兵がこっちを見ているのに。そんなもの理由になるか、まったく。じゃあ私はもう行く。ちょっと行かなければならないところがあるから。